まだ森の限定条件をクリアする方法が思いついとらん。今出て行っても気絶させられるだけや。落ち着け。まず限定条件の確認や。ええか、お前の限定条件は。というわけで、森さんの力は相手をメガネ好きに変える力です。そしてその限定条件は無理っ子ポーズ。これをメガネ好きにしたい相手にやらせてください。ブリッコポーズや。具体的には両拳を口元に、右足を後ろに上げたポーズ。それを相手にやらせるんや。だからそれをどうやってやらせるか悩んでるんじゃないの。メモリーせんときはどないしたんや。知らないわよ。メモリーが勝手にやってたの。勝手にやるかい。やってたの。くそ、自分でやるならまだしも相手にやらせるなんて絶対無理やろ、こんなポーズ。そやけど相手がこれをやるまで力は使えへん。アホみたいやが、かなりリスキーな限定条件やで、こいつ。無理。こういうのどうだ。あ、え、ほんと、え、嘘。ブリッコパーズ。ほんとだ、ごくごく自然に。キッカクイ。いけますわ、アイちゃん。よし、頑張れ、森。うん、やってみる。サンキュー、秀吉。待て、やってみんな。あかん、早うあの限定条件をクリアする方法を考えんと。どうする、どうする。あかん、何も思いつかん。クソクソ、はじめ。あ、やっとる。今だ、森。うん、相手をメガネ好きに変える力。これでもう勝負は決まった。さあ、このメガネを折られたくなかったら自爆して気絶しなさい。やだ。ん、バカだ、メガネ好きになってねえぞ。限定条件はクリアしたはず。メガネ好きさ、いや、メガネ好きだからこそ自爆なんかできないんだよ。だって倒れた拍子に傷つけてしまうだろ、この僕のメガネをさ。大丈夫や、森。やつはちゃんとメガネ好きになっとる。なら、そのメガネを外して自爆しろって命令するんや。佐野くん、IQ179 のキルノートンを見くびってもらっちゃ困る。なんやと？僕は戦う相手に応じて、前もって策を用意しておくタイプの人間なんでね。森さんの力に対抗する策も、例外なく考えてきたんですよ。メガネを外して自爆しろ？そいつは無理な相談だね。なぜなら接着剤でくっつけちゃったから。わかった。わかったろ、メガネをかけてる僕を自爆させるのは不可能だ。自分が倒れでもしたらこの僕のメガネを傷つけてしまうからね。僕にとってこのメガネは自分の命よりもずっと大切なんだよ。心配すんな、森。お前がメガネ持っとる限り、そいつは攻撃なんかでけへん。無効化エリアに逃げ込んで力解除しようとしたら、メガネ折る言うて止めたらええ。うん、大丈夫。あいつは今メガネ好き。私のメガネが傷つくようなことは絶対にしない。なら、いける。俺？何を。なるほど、自分はメガネをしてるから攻撃されないと踏んだか。けどそれも想定内だよ。止まれ、森。奴はお前のメガネを奪う気や。接近戦は思うつぼやぞ。わかってる。だからメガネはもうカバンの中よ。そして逆に奴のメガネを壊してでも奪う。こいつは私を攻撃できない。なら今こいつのメガネを壊しちゃえば自爆させられる。それも想定内だよ。こうして捕まえてしまえば殴り放題だ。メガネを奪われまいとした行動が完全に裏目に出たね。振り払え、森。メガネ奪われたら人気攻撃の雨あられやぞ。今や、森。メガネが壊れた今やったら
奴を自爆させられる。あ、そっか。さあこのメガネを折られたくなければおとなしく。メガネがアクシデントで壊れてしまうのは想定内だったが、まさかこれほどの悲しみとはね。君は本当にそれを折れるのかい。それは君の命を守る唯一の盾、最後の命綱なんだよ。もう一度だけ言うよ、それを折ったら僕は君を。はい。お、折った。森、残念ながらその行動も想定内だよ。さっきの僕のショックぶりを見て、次また折ればその計り知れないショックで気絶すると考えた。違うかい。計算違いだったね。むしろ君の行動は僕を逆上させたに過ぎない。君には僕の仁義で最高にむごたらしい最後を与えてあげるよ。君は唯一の自分の命綱を自ら断ち切ったんだ。止まるな、森。逃げろ、早く。森、君を守るメガネはもう一つもないんだよ。タコ買ってきました。タコ買ってきた。わかったでしょ、私にはメガネのストックがいくらでもあるの。一つや二つ折ったところで痛くも痒くもないのよ。これはさすがに想定外だった。まずい、もうこっちには自爆を防ぐ手段がない。今自爆しろと命令されたらおしまいだ。10秒あげる。え、10秒数えたらメガネどもをぶっ壊す。その前に自爆するか、メガネどもをかばって岩の下敷きになるか、好きな方を選びなさい。な、そんなのどっちみち気絶しろってことじゃないか。へーん、バクバカ。くそー、死ね。10秒もあればこいつを出し抜く策などいくらでも考えられる。 IQ179 のこの僕に10秒も与えてしまったのは大失敗だよ君。じゃあ数えるよ。ああ、もっとやりすぎるよ、それは。僕は IQ179 の9の全部が想定内じゃ人生つまんないっしょ。3回目勝者、盛り合い。よっしゃ、やれやれ。ところで、あいつの神器って結局何だったんだろう。想像もつかんな。これで2勝1敗や。あと1勝で私たちの勝ちですわ。うん、あんな大量のメガネどうしたんだよ。100円のおもちゃよ。折ったのもおもちゃの方だし。それにしてもあいつらも植木やロベルトと同じネオなんだろ。同じネオでもこうも違うもんかね。ぶっちゃけ大したことねえな、これ。うれうれうれ。いや、あんた戦ってないし。勝てる。俺に順番さえ回ってこなければ。何？だって、俺ぶっちゃけ役に立たねえし。